航空写真より、全景今白塚古墳は、大阪二日月市群家新町にある、前方公園墳。国の史跡に指定されている。造営時の6世紀前半では、最大級の古墳である。区内庁の事情は受けていないが、第26代、慶大天皇の真の捧笹とする説が有力で、発掘調査が可能な大容量になる。摂津北部、三島平野の中央部に位置し、 古墳時代後期の6世紀前半に築造された前方公園墳である。三島屋古墳群に属する。墳球の長さ190メートル、二重の堀が巡っており、内堀、外堀を含めた長域は340メートル、350メートルの釣り金状の区画を呈し淀川流域では最大規模の墳墓となっている。古墳の被装者は形状や 埴輪等の年代的特徴、また、古事記、日本書記、演技式など、文献資料の検討から、6世紀の大和政権の大応募と推定され、6世紀前半に没した、京大天皇とするのが、学会の定説になっている。また、埴輪工房跡と目される、生産遺跡新地遺跡との深い関連が指摘される古墳である。 真の形態天皇領である可能性が高いとされる。戦前に設けられた臨時領母調査委員会においても、この古墳を領母参考地に編入すべしとの答申が行われた。しかし、宮内庁は今白塚古墳の領母参考地指定については、現在も難色を示しており、今白塚古墳から1 3トル西にある大阪府茨城市の大田茶臼山古墳を、 慶太天皇陵に事情している。大田茶臼山古墳の築造は5世紀中央と考えられており、慶太天皇が没したとされる年代よりも古い時代の古墳と考えられる。この大王墓が6世紀に至って紀内北部の淀川水系に初めて出現することは、それまでずっと南部の山和川水系の山と河内にあった勢力から、 王権の主導権が移ったことを意味するとも考えられる。今白塚古墳公園前景墳球の後輩が著しいことは、一時は織田信長が三好家を攻めた1568年の摂津信仰に再し気づいた城塞として使われたためと理解されていたが、発掘調査の結果、1596年の伏見王自身によって墳球が、 地滑り性の崩壊を起こしたものと判明している。同古墳は、宮内町から寮母及び参考地に指定されていないため、一般人が見学可能であるとともに、墳休は近隣住人の散歩道になっている。看護は現在は釣りが禁止されているが、公園化の前は魚釣り場として利用されていた。高槻市では、 史跡公園としての整備を目指し、1997年以降、そのための情報を得るための発掘調査を継続的に行っている。なお、7か年にわたる復元整備事業が2011年3月で、完了し2011年4月1日、日本初となるであろう。埴輪祭市場を発掘調査地にレプリカにて復元し、また復元埴輪等を展示する。 今白塚古代歴史館と史跡今白塚古墳を一体的に公開し、世界に向けて歴史遺産として発信することとなった。2016年には過去に付近で石橋に使われていた石材が今白塚古墳の石管片であった可能性が指摘されている。埴輪列中央には、三女形には、発掘は1997年から毎年、 高槻市立埋蔵文化財調査センターが行っている。二重の堀を区分する内定から、継承埴輪や埴輪彩縮が出土し、出土点数や埴輪彩縮の規模が日本最大のものである。埴輪彩縮は、東西62から65メートル、南北約6メートルの広さで、家型15、作形25、二形4、大東形14、 縦形1、うつぼ形1、武人形2、高城型2、力士形2、官房、男子1、座像男子4、巫女形7、四足動物18、鳥形4、水鳥系13の合わせて113点以上が出土した。中でも家型派庭は、高さが170センチメートルもあり人の身長並みで、入りも屋作りで、神社建築の屋根を飾るカツオギ、があり、 高床の柱を円柱で表現している。吹き抜けの構造で神社とも考えられる。かつて墳糾整備前、前方部前面の中央部が幅35メートルに、渡って内堀側へ、古城に突き出したように見えていたことから、今白塚古墳は、顕微子型とされてきた。しかし発掘調査の結果、古城に突き出たように見えていたのは地震による、地滑りによって生じた。 滑落部分であることが判明した。よって、今白塚古墳を、顕微し型とする根拠はなくなったと言える、とする。整備後の前方部前面は、直線上にされている。ありがとうございます。